はい、エルカチャンネルのショーです。マルです。キリトです。さあ、改めてオープニングを撮ってます。ね、キリトくん、あったよ。詳細はまた後ほどということで見てくださいね。はい、マル、ね、にドッキリを仕掛けようって隣のコスモスがあるんだけど、はいはい、待機させてそこ行ってる間に声かけろよっていう話をしたのね。キリト、ちょっともうやり直せんよ。まあ、ドッキリはね、やり直すことはできないから。できないよ。今一番俺がドッキリされたようなもん。エルカチャンネル。今日はワンピースの銅像、うん、ゾロを見に来たんですね。はい。みんな記念撮影とかされてて、どんどん人が集まってきてますよ。どっちがゾロだったっけ？左がね。おいたいたのと思う。こっちじゃないんですね。こっちは違いますね。こっち違う。こっちですか。カライモ、カライモくんじゃねえかよ。めちゃくちゃかっこよかったんですよ。よかったですね。で、平日だったけど、同じように見に来てた人たちが多くて、撮影もなかなか難しかったんですよね。それだけで終わりでもよかったんですけど、俺がですね、実はもう一つ撮ってないやつがいたんですよ。サンジ。サンジさんね。はい。理由があって、俺が撮ってなかったので、見に来ました。はい。ということで、行ってみたいと思います。レッツゴー！エルちゃん。増し気に来てるんですけど、ここがサンジの像ができた時ってまだ工事中で、ちょっと入り方が俺が分からなかったっていうやつなんですけどね。さあ、この建物の奥みたいなんで見に行ってみましょう。テニスコートの先っぽいっすね。ああ、あったあった、あそこなんか見えたぞ。ああ、目の前に。サジさん、汚ねえな。かわいそう。拭いてあげな、サジさん。でも、顔を見る限り、今のがね、サジが好きだからね。ということで、サンジです。どうなんですか、お二人さん、実際見たサンジは。景色いいよね。景色いいよね。いやいや、景色じゃなくて、いいピッチだね、これね。トラックもね、綺麗だし。そろそろ3時に何かコメント言ってください。ああ、うん、こんなもんじゃない。勇ましい感じだったら嬉しかったんだけどね。ジットさん、どうですか。キリトと言ってたのが、はい、できた時全部回ろうかっていう話もしてたの。ルフィから始まって、はいはい、追加した順番でやっていこうか、はいはい、話もしてたんだけど、多分きついね。じゃあですね、空港の壁にあるんでしょ。きりとどんくらいの大きさか、これで言えるか。ここのくぼみ、くぼみあるね。これは下ぐらいか。で、横が一つ、二つ、三つ目に、でかいね。こんくらいで見ればいい。でけえじゃん。じゃあ、行ってみますか。エルちゃん。これですね。今立ってる場所がここに書いてあって、これでかいね。確か斜めからじゃないと。あれ、ゾロが間に合ってないよ。キンキンすぎるやろ。ジンベエね、これ楽しみだね。エルちゃん戻ってきましたよ。ゾロを見てから
サンジを見に行ったわけですよ。それから空港の壁全員分見てきましたけど、多いですね。サンジさんとクラブものにならないですか。できたばっかりだからね。エルちゃん。はい、ということで、ゾロを見て、サンジ見て、はい、空港にも行って、これでワンピースの銅像、予定してた分が全部できましたねって。うん、ただですよ、空港に行った時ジンベエの準備してあって、まだどこにできるとかは分かんないんだけど、うん、作るのは間違いないと。間違いない、はい、これまだ続くんですね。そうですね、旅はまだ終わらない。長いっす。いつになることやろ、分かり次第しようかと思います。さあ、ということで今回の動画はここまでです。次回も俺たちにかかってこい。